バン広域戦、またはバンの抵抗、またはバンの反乱。バンのアルメニア人革命はアルメニア人の虐殺を企てたオスマン帝国に対しバン県のアルメニア人が起こした反乱である。同時期の評者や後世の歴史家はオスマン政府がアルメニア人の支配状態を強化することにより意図的に放棄を先導したと指摘しており、当時この反乱はアルメニア人を 帝国から強制退去させる主な口実として使われた。しかしながら国外追放と虐殺の決定は万の反乱の前になされている。戦闘は1915年の4月19日からロシア高架サス軍が接近しオスマン帝国軍が撤退した5月17日まで続いた。立ち抜きを強制するオスマン軍が都市を包囲した後も アラム・マヌキアン率いる現地のアルメニア人は立てこもりを続け、アンドラニク・オザニアンの義勇軍が、バンに到着する1915年5月19日まで持ちこたえた。その後もアンドラニクは、バンコナンガンの社宅、バフチェ・サライ、タトバンを占拠することで、ロシア軍を支えた。夏の間に一度崩壊した。 義勇軍もチフリスで建て直し、同年11月から翌年3月まで戦闘は続けられた。このアンドラニクの働きにより、1916年2月に、シュは、ロシア軍によって占領された。ロシア軍中将、ヒョードル・チェルノズボフは、自軍の勝利は、アルメニア人義勇軍の働きによるところが大きいとし、 アンドラニクを状況判断力に長けた優秀で経験豊富な指揮官であると称賛した。ありがとうございます。